平成11年2月初年度登録のまだ8万651キロですね。ガイアでございます。上級グレードです。ナビついてます。バックカメラついてますが、なんか焼けちゃう、ちょっと焼け気味ですかね、画面。でも見えますね、全然。暗い時なんか重宝すると思います。オーバードライブ付きのオートマでございます。4速オートマですね。 2000cc の5ナンバーで、車検の方は26年2月15日までまだ残りございます。内装の方もちろん使用感はございます。このようにですね、ある場所もありますが、綺麗な、結構綺麗に使われてるかと思います。もともとですね、オーナー様の方がですね、同じは2年ぐらい前までは3万キロだったんですけどね、だから、この2年間で5万キロほど走りました。ここに2年間でした移動が多かった車両でございます。擦り傷とですね、バンパーの色合わせはございます。こことかですね、ちょっとボディと色が少し焦ってるかなという部分はありますね。リアもこうクリアのかっこいい、やっぱイプサンとは違うかっこよさがございます。はい、ここにも傷はありますけど、傷もちょこちょこありますが、大きなへこみはないので、走ってる分には。これは隣の人とかの方にいたずらというかやられちゃった傷だそうです。ちょっとここだけ薄いへこみありますけど、あとルーフがですね、電動でアップルーフもついております。ホールもついてます。フロントのバンパーも少し色あせですね。タイヤも結構新しめです。スニーカー入ってます。出ておりますけども、まだまだいける部分じゃないでしょうか。結構内装綺麗に使われてますからね。このようにですね、あと純正のグリル、交換したベルトですかね。交換した割には随分ひびがないですけどね。予備で取っといたベルトですね。失礼しました。あと後ろが実際はこのように7人乗りですからね。はい、簡単に片手で持ち上げられました。このように7人乗れるというのがやはりですね、一番ここまで出ますからね。やはりもうそのほど苦ではないですから、まあ、ちょこちょここのようなちっちゃい汚れ、これゴミですね。ちょっと掃除すれば取れるかもしれないですけど、このようになっておりますので、黒で車検もあってまだ8万キロ台ということで、いいとこ尽くしじゃないでしょうか。電動格納ミラーも正常作動してます。してますよね。してます。大丈夫です。ここがちょっと車外グリルの世界開けづらいです。タイミングベルトの車両ですので、まあ交換してもいいかなっていうこともありますけど、乗り潰すのもいいかなという、激安のお値段ですので、その点はお客様の判断に任せたいと思います。で、車検の時にブレーキパッドの交換とかですね、やったりされたということで、まだ行ける感じでございます。ご検討くださいませ。目白自動車小野でございました。いいですね。